次です、博多の白うさぎさんからの投稿です。はい、あきみ姉さん、うさぎ先輩、はい、うさめぶの皆さん、こんばんは。こんばんは。住所の返事を送らなかったのに無事黒うさマグカップ届きました。ここでですね、ジョニーさんから、まあ、スタッフって書いてありますけど、今回はですね、偶然メールが残っていたので住所が分かりましたが、通常はですね、個人情報が書いてあるためメールはその都度なんか破棄しているらしいのでということで書いてあります、ここに、はい、で早速ですね、そのマグカップと大福で写真を撮りましたのでご報告も兼ね投稿しますって。1枚目白うさマグ&黒うさマグプラス大福、2枚目白うさマグ&大福、カッコしてバックショット。白うさマグ、うん、でなぜかと言いますと、みんな不思議に思ってるでしょ、なんで黒うさマグが当たったのに白うさマグかと言いますとですね、不思議でしょって。で実はですね、ルスカハンヌさんからいただきましたって、この場を借りてルスカハンヌさんありがとうございましたということで、素晴らしいじゃないですかね、ということです。どうだ、お友達なんやね。うん、なんかいける、なんでメールから住所がわかるんで。あ、だってそうだそうです、聞こえてないでしょ、前回のじゃないって。そうです、皆さんその通り。お、枝野谷さん、ジョニーおるんかいって言われてるけど。誰なんだ、誰この人。あれだ、バックショットいいね。いいね、なんかお団子みたいな尻尾。うん。はい、いいですね。皆さん使ってますか、マグカップね、当たられた方ね。うん、ただいいね、皆さん、そうだ、もうそろそろ届いてるんだよね、皆さんね。うん、あのご報告をお待ちしておりますので、はい、はい、はい、よろしくお願いします。次の投稿もご報告です。はい、ニコさんからの投稿です。はい、うさぎのおめめの皆様、はい、こんばんは。はい、こんばんは。暑い夏も今のところ元気なニコ、みかんです。はい、先日当選したうさぎとカフェさんのマグカップ無事届きました、うん、ありがとうございました。早速みかんと記念撮影しました、はい、それからバーゲンに負けてみかんにお洋服を買ってしまいました。何、バーゲンがあるの、うさちゃんのお洋服にも。でもワンコ用の一番小さいもの、はは、着られるかどうか一緒に行って試着もしちゃいました。すごいニコさん、すごすぎ。でもみかんは自由すぎるうさぎなので、うん、ハーネス以外の服の実用性はなさそうです。そうなんだ。そうなのか。え、おいらも届かないなって当たったのか。すごい、おいおい、すごいね。一緒に行っちゃうとこがさ、あー映ってる映ってる。なんかさ、いいじゃん、みかんちゃんと色が合っててね。茶色か、うん。なんだ先輩そりゃ。あれはイベント限定カラーだからね。そうだよね。このお洋服、この洋服、あらららかわいい、またすごいよ、ワンちゃん用が切れちゃうの。あ、でも一番小さいやつだと着れるかもしれない、あららら、かわいい、すごいすごい、いいなぁ、かわいい、なんで、すごいかわいいよ、うん、すごい細かく作ったのね。うん、はぁ、うち一番肌感冒だもん。肌感冒。なんか眠そうな顔してる。でもちゃんと着るじゃんね。犬用はちょっと調整すれば着れますよって。へえ、アルゴちゃんも着てるの？すごい、マンコ用とか着れるって、うん、あ、なんか盛んバッジ作りました、すごい、あ、すごいじゃ ん、 うん、これ何持ってるんですか、ニコさん、ひょっとしてあの缶バッジ作る機械。あ、持ってんじゃん、いいな、ねえ、うーん、はい、はい、アクティブだな、うん、皆さんね、素晴らしい、うん、素晴らしい、一緒に行くなんて、うん、注文入りましたよ、缶バッチ。注文注文欲しいな、私も。はい、続きましてはですね、はい、柴さんからの投稿です。はい、はじめまして、博多の白うさぎさんの紹介で見ている、福岡在住の柴です。柴、はい。今回は私の誕生日のお祝いに匂い付けする
ドワーフロップのシュウくん、4歳です。ですね、でウサギのお目々がですね、後でも紹介しますけど、フェイスブックにがあるんですけども、そこにアップしましたところですね、写真が出てくるんですけど、ウサギの置物はオリジナルですかという質問が来たそうです、もし柴さん見ていたらお答えをくださると嬉しいですということです。あれのことね。なんかでもちょっとオリジナルっぽくないね。右側にウサちゃんいるよ。あの目がいいやん。みんな缶バッジの話してるけど。ブログに缶バッジ屋さん載っけてます。いいですね。きっとオリジナルでしょう。なんちゃって。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、はい、ラブくるみ128さんからの投稿です、はい。写真だけ送られてきたので、はい、アドレス名で紹介します、はい、写真1枚です、はい、ありがとうございます、はい、どれだ、こうこう、いいんですよ、まずは1枚からね、うん、あ、で大福博多の白うさぎさんから、しゅうくんはお散歩会の常連さんだって、さっきの柴さんのところね、だそうです。ラブくるみ128さん、はい、はい、またぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます。これをご縁に、はい、ではですね、次は、今日最後ですね、萌ちゃんのパパさんからの投稿です、はい、先週ありがとうございました。ありがとうございました。萌ちゃんのパパです。萌ちゃんに小松菜と初めてチンゲン菜をあげました。チンゲン菜なんで、いやいやいや、分からんけど、どちらが好きかなと試しましたが、どちらも食べましたということで、はい、来たーって見慣れてるよ。じゃあ見てみましょう。ガジュさんもいる、ガジュさん、ガジュさん、どれだ、これか、これが小松菜だね、食べてる。あ、これガジュさんなんだ。799359さんがね。今日は激しい音楽って言ってるよ、アクティブだね、チンゲン菜、チンゲン菜、なんでそこでさ、なんでそこでそんなに驚くのよ、もう子供みたいだよね。よくいるよね、こういう子供ね。言われてるエロ好きですけどね。エロ先輩。子供先輩まで。すいません。40歳です。実年齢と違うからね。何つるぎの舞って。この音楽。そういうことね。40って40だ。あ、なんか皆さんが一生懸命言ってます。次回名古屋帰ったら萌ちゃんに会えるかな。会えるよ、会えるよ。みんなで萌ちゃん家に取材に行こうか。それいいよね。皆さん帰ってくるときは熱らってさ、熱勝手に盛り上がっとんな。そうしようよ。やっぱり生の萌えちゃん見てみたいもん、生萌え、何ピーピングって。あ、
隣の突撃隣の晩ご飯じゃない間違えた朝ご飯え、もしかして先輩と同じ年かもって言ってるよ。誰が？博多の白うさぎさん。そうなんだ、です。なんかね、はい、うん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ではここで、はい、ちゃっていいですかね。投稿の呼びかけです。うさぎのおめめでは、はい、視聴者の皆様からのうさぎの動画や写真を募集しています、はい、投稿希望の方はぜひ info@yytv.com までお送りください、はい、投稿の際にはペンネームとコメントを添えるのを忘れなく、うん、また皆様のブログもリンク募集中ですので、うん、そちらもぜひご覧ください、はい、皆さん投稿もしてます。びっくりした、内容変わっとったよ。え、本当？あららら、らよかったね先輩びっくりした、何をびっくりしたのかと思った、それとですね、あとね、あの、うさぎのめめでね、さっきもちょっと言いましたけど、フェイスブックを作りました。あのひらがなでうさぎのおめめっていう風になってます。もしあのフェイスブックアカウントお持ちの方は一回検索してみてください、うん、でそのフェイスブックでね、こう投稿していただいた動画や写真をあのいっぱい紹介していますので、皆さんも登録してどんどんうさぎの輪を広めていきましょう。いきましょう。すごいね、ね、すごいな、うん、では次のコーナー、お、いきますよ。どんどんいきますか。いきますよ、いきますよ。はい、これですか。はい、そうです、はい、小動物レスキュー、はい、小動物を保護したり里親募集をしている方の映像を紹介したいと思います、うん、はい、
はい、今日は65分から70分の、はい、そうですね、拡大スペシャルですね。お気づきですが2時間スペシャルとは違います。はい、はいはい、では、うん、ではじゃないんだ、うん、そうそうそう、それで、番組の冒頭でもですねちょっと言ったんですけども、うん、ちょっと今日初めてね、ほう、あの点呼が多分できるのではないかということで、うん、ちょっと挑戦してみたいと思います、うん、先輩お願いします。いや、あ、僕ですか。そうはそうっすよ何言ってんすか。いきますよ、はい、では、点呼に入ります。はい、自慢にお願いします。まんまるプーさん、まさちゃんさん、いい、ね、リリローズさん、み、う、や、ん、さん、うん、萌えちゃんのパパ、うん、ニコさん、はい、ポアロさん、はい、リンさん、はい、ノイキさん、はい、ルミコさん、はい、ルスカハンヌさん、はい、サマンサさん、はい、博多の白ウサギさん、なんで2つあんだろう、ね、1、2がね、うん、あいちゃい、はい、はいはい、はい、うさこ母さん、はい、うさまる地蔵さん、はい、うずらさん、あーすごーい、うーん、もうみんな読めたかな、うん、やりましたね。これからできることがこれで分かりましたね。パチ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 、やっぱりね、これじゃないとね、なんかね、いつもね、何かが足りない、何かが足りないと思ったんだよね。よかった。足りないものいっぱいあるけどね。あ、そうだ、330682は結局どなただったんだ。江戸の民さんじゃないの。江戸の民さんなのかな。そうかな、まあ、そういうことにしとこうかな。はい、っていうことですね。はい、今日もありがとうございます、はい、ありがとうございました。ということで、5分拡大版でお送りしましたけど、今日のうさぎのめめ、そろそろお時間となりましたので、はい、はい、また来週、ちょっと暑いですけどね、今日ちょっと涼しかったけど、また明日から暑くなるそうなんですが、うん、皆さん夏バテせずに、また来週ここでね、元気にお目にかかりたいと思います。では皆さん、さよなら。